じゃあ一番手は太田。あそれでは太田さんの挑戦です。どうぞ。一番可愛い動物はパンダですね。やっぱり白と黒がやっぱ一番可愛いと思うんでパンダです。はい一番コスパのいい趣味は何ですか。やっぱり歩くとかじゃないですかね。やっぱり街歩いてるだけだとただなんでね。はい、以上です。いいね、いいよ。味噌汁の正解を教えてください。まあ味噌汁にそもそも正解とかないんで、こんな質問してくるやつまともなやつじゃないと思うんで。はい一番キュンとする女性の仕草って何ですか。まあそうですね、やっぱり全裸になって現れた時ですかね。やっぱりそういうことですね。1億円の使い方の正解は何ですか。まあやっぱ自己投資してどん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 お金を増やしていった方がいいと思うんですけど、こういう質問してくる方は絶対お金持ちになれないと思います。はい芸能界一セクシーな人を教えてください。やっぱりそうですね、根本晴美さんですかね。はいものすごいおっぱい大きいですね。デヴィ夫人のマネージャーになったら何に気をつけたらいいですか。やっぱり後ろから殴ったりしたら怒られると思いますおおこれ太田のこの新しい扉開いたんじゃないなんか太田のこの薄っぺらい感じがめちゃくちゃ褒め切ってない感じがあるな。え、私もこれなんか生配信とかでやってくれたらずっと見ちゃう本